現在は意見陳述を終えた原告らが記者会見を開いていて、飯塚さんがまだ安心できないと思いを語りました。いい判決であってほしいと思っているんですが、まだわからないと思うんで、どうなのかちょっと悩んでます。ここまで来るまでの長い道のりがありましたんで、考えてみたらすごくここまで来るまでも苦しかったし、皆さんの他の方も出てきて、裁判になってよかったなって思っています。それでは改めて旧優生保護法や裁判の争点について見ていきます。旧優生保護法は終戦直後の1948年に制定され、1996年まで施行された法律です。第1条には不良な子孫の出生を防止すると明記されていまして、つまり障害のある子どもを不良な子孫と認定し、生まれてこない方が良いと考える優生思想に基づいた法律でした。この法律をもとに全国でおよそ2万5000人、宮城県では全国で2番目に多い1400人が不妊手術を強制されました。最高裁は今回、仙台のほか大阪、東京、札幌の高裁で判決が出され上告された5件の審理を行いますが、高裁判決では仙台の裁判の原告だけが敗訴と判断が分かれています。旧優生保護法が憲法に違反する法律かという点についてはいずれの高裁も幸福追求権を保障した憲法13条や法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして憲法違反と判断しています。問題となるのは除斥期間をどのように判断するかです。除斥期間とは不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅してしまう民法の規定です。この5件のうち仙台高裁以外の4件は障害者への差別や偏見などで被害者が声を上げられない状況を踏まえ、除斥期間の適用を制限するという判断を示しました。これによって20年以上前に手術を受けた原告も損害賠償の請求が可能になります。一方、仙台高裁はといいますと、除斥期間は被害者の事情で左右されないなどとして、手術から20年が過ぎ損害賠償請求権は消滅したと判断しました。この原告側の救済を阻む時の壁、法律の専門家は最高裁は除斥期間を適用せず広い救済ができる判断をするべきと指摘しています。除斥期間適用を制限して、損害賠償を認める方向の解釈をすべきだと。旧優生保護法の問題に詳しい憲法学者、同志社大学の三幸正樹教授です。除斥期間を適用せず被害者の救済を図った判例もあると指摘。画一的に判断せず被害者の事情を考慮すべきと話します。違憲の疑いがある法律を国が作って、そして、偏見や差別がその法律が、助長した面もあるわけで、訴訟提起を果たして被害者の方ができたのかという話ですね。広い救済というのが創造的な解釈を最高裁がするべきではないかと。全国で提訴しているのは39人で、そのほとんどは70代以上と高齢化が深刻です。このうち今年2月までに6人が亡くなり、県内でも60代の女性1人が亡くなっています。